んハイバーネイトは、ネットフレームワーク向けのオブジェクト関係マッピングソリューション。オブジェクト思考ドメインモデルの関係データベースへのマッピングのための扱いやすいフレームワークを提供する。大量の関係データの永続性に関わるプログラミングタスクの開発を容易にする。んハイバーネイトはフリーかつオープンソースのソフトウェアであり、GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスで、 配布されている。ムハイバーネイトは Java 用 OR マッパーハイバーネイトをネットに移植したものである。バージョン1.0はハイバーネイト2.1に機能的に対応しており、ハイバーネイト3の機能も一部取り込んでいる。2007年11月にはムハイバーネイト1.21がリリースされた。ハイバーネイト3から多数の機能を取り込み、 ネット2.0への対応、ストアドプロシージャ、ジェネリックス、ナラーブルタイプに対応している。2008年8月23日には、ムハイバーネイト2.0がリリースされた。機能面では、ハイバーネイト3.2に対応している。ムハイバーネイトの主な機能は、ネットクラスとデータベースの表をマッピングすることである。データクエリ及び検索ファシリティも提供する。 SQL コマンドを生成するので、開発者は、煩雑なデータハンドリングとオブジェクト変換を気にする、必要がなくなり、同時に、各種 SQL データベースに対して移植性の高い、アプリケーションが開発でき、しかもそのための性能オーバーヘッドはわずかである。ん、ハイバーネイトは、プレーンオールド CLR オブジェクトのための透過的、永続性を提供する。永続性クラスに要求されることは、 コンストラクタの引数がないことであり、パブリックであることが必須ではない。ンハイバーネイトは、トム・バレットが開発を始め、マイク・ドーフラーとピーター・スマロビックスが引き継いだ。2005年末、ジェイボース・バン・ハイバーネイトの開発リーダーである、セルゲイ・コシュシャイルを雇い入れ、ンハイバーネイトの開発を仕事として、フルタイムで行えるようにした。ピエール・ヘンリク・ウトラの著書ンハイバーネイト・インアクションは、 ムハイバーネイトの包括的ドキュメントとなっている。ありがとうございます。